武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、近畿大学の世界史の勉強について話していきたいと思います。世界史ですが、時間60分で大問が2題出題されております。でほとんどが、4択問題、ですね。で4択問題で聞いてくることが、国の名前だったり人の名前だったりっていうものが中心なので、この辺りの正確な知識を持っていれば、十分対応できる内容だと思います。で聞いてくる、聞かれ方にしても割と一問一答に近いような、この、ワードと、この、キーワード、このワードとそれに関連する言葉セットで覚えとけばちゃんと対応できるような形なので、基礎知識ちゃんと入っていれば十分対応できるでしょう。ただその分ですね、苦手な範囲とか作らないように、あとは紛らわしい用語とかを用語だけ覚えてて何のことかよく分かってないやってことがないようにですね、正確な基礎知識ちゃんと入れておくように心がけてください。で年号に関する問題なども出ておりますので、年号に関しても、しっかり、対策しておくことを心がけましょう。以上が世界史の勉強となります。